はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていこうと思うんですけど、今日はねザシアン軸に対して強い一般ポケモンであるアーマーガをね使っていきたいなと思います。まあというか、まあたまたまねザシアンに当たったんで、まあアーマーガ動画にしようかなと思ってるんですけど、まあこれはね未来アーマーガですね。まあヒートロトム自体も悪くないんですけど、まあザシアンに対してはね、ヒートロトムはねまあちょいとバカし、相手のガチグマがねやばいことになっちゃうんですよね。まあなので、まあ未来アマガは確定で、ラスト1体、まあ何投げてもいいっちゃいいけど、まあ相手のやっぱ地面枠に圧をかけるっていうのがね、まあ重要だったりもするんで、まあラッシャディンル。うわー、強いよね、ディンラッシャ。ディンラッシャ強いんだけど、まあこれで行くしかないかな。まあこれで行きましょう。対戦相手のガイアさん、よろしくお願いいたします。まあ守る、ラッシャ、プラス、ザシアンガチグマとか投げられちゃうと、タイプ相性で、まあ、一貫する技がなくなっちゃって、まあ、なかなかラッシャ崩すのができないっていう、のはありますが、まあまあまあ、しょうがないな、これは。まあ、フェアテラは切っても別にいいけど、まあ、切る理由があまりなさそうなんだよな。で、これ絶対さ、裏ヘイラッシャだよな。まあ、素直に裏を投げますか、うん。まあ、一回マジカル社員で削っていってもいいんだけど、まあ、何されるかわからないのも嫌なんでね、一旦引きます。はい、ステルスロック。どうなんだろうね、ステロのターン一発攻撃してもいいっちゃいいけど、でここは相手がテラスを切ってくるときフェアリーか毒で引く場合が、まあ、一応ウーラオスかヘイラッシャというところで、まあ、椅子ありには全部水流連打がほぼ恨めらない。相手の引きにはドレインパンチ打ちたい。ただ、ラッシャにはあまり意味がないというところで。まあ、水流連打打っておきますか。居座ってきた時にね、一番でかいんで。はい、オッケーオッケーオッケー。まあ、これ悪くはないですね。いや、悪くはないどころか、水流打っといてよかった。かな。まあ、でもね、やっぱ、ディンルーラッシャって、ちょっとあんま投げたくないよね。ディンルーが直帰じゃないと。ミライドンに意外と破壊されちゃうから。だからラッシャーはいないと思っていいんじゃないかなっていう感じですね。カタストか。あ、そういう系か。だったら、まあ、ドレインパンチで回復するよりかは、削れてないやんけ、俺のウーラオス。水流連打で削った方がいいんで、水流連打でいきましょう。はい。まあ、いいですね。やっぱ、ウーラオスね、なんだかんだやっぱ、ミライドンと合わせて、進化発揮するよね。まあ、ミライドンがやっぱ地面タイプに弱いからね。まあ、パオとかもそうだけど、まあ、結構、未来、ウーラ、パオ、ハッサムあたりが今の、未来ドンの相棒たちになってるよね。で、未来ドンやっぱいいよな。なんか、一般ポケモンと合わせて倒しに行くみたいな。コライドンとか、なんか6体全員、俺たちは対面最強ポケモンたちですみたいなので固められてんじゃん。パオジアン、羽ばたく神、とかね。なんかハッサムとか、なんかそういう一般ポケモン、アマガとかもそうだけど、未来ドンってなんかね、まあ、未来ドン自体はね、結構目の前に通る技を打たないことが多いので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、甘が引こうかな。甘が引きましょう。あと、相手がエナジーじゃなかったんで、まあ、メガネか何かかな、なのかなみたいな予想で、一旦引きます。ただ、ステロはね、ちょっと痛い。はい、ムーブフォース OK。で、強い。これはメガネ確定なんで、まあ、1羽で体力管理しておきますか。フェアリーテラス、ムーブフォースとか、ここで、打たれる可能性も十分にあるんで、跳ねして。いや、甘がね、やっぱその、ザシアンの取り巻きとかに腐りづらいのがいいよね。ザシアンってのはザシアン、パオジアン、羽ばたく神、ガチグマ。まあ、前期の1位もそう。例えば、あと、ヘイラッシャとかには挑発打てたり。だからなんか、甘がね、いいんだよね。うん、だからザシアン使ってたりすると、甘が、まあ、今回ゴツメじゃないけど、ゴツメ系マジでめんどくさい。まあ、逆にゴツメじゃないとないでね、まあ、ちょっとむずいポイントはあったりするんだけど。まあ、ただね、こっからが結構試合の組み立て方が難しくて、ただこれ相手もここで、まあ、多分フェアリーテラスムーフォで、ゴリ押すしかなかったんだと思う。ザシアンから打点がない場合は。うん、その場合、稲妻ドライブが裏に対しても一貫するようになったので、そこまで悪くないけど、ここは耐えてほしいな。まあ、今回のアマがね、概要欄に載せておくんですけど、まあ、D もね、ちょっと振ってるんで、硬いな、こいつ。うん。まあ、D もちょっととか、まあ、今回 D の方に、まあ、重く振ってるんで、D の方が。うん。まあ、でもね、B 振りじゃないと足りねえなって思う時の、
正直あるわ。雨がね結構カツカツなんだよね。でこれはまあ2体するから愛兵打っていいかな。まあ最悪多分愛兵入れたら悪事圏内にも入るだろうし、相手引っ込める、これ突破できないと判断しました。でザシアンでしょ。うん、これはいやいけるかな。まあさすがに勝ったと思う。でこっち、スカーフ未来なんで、相手で削る、トンボ返りするで稲妻ドライブアクアジェットとかで押していけるから多分これでよくて、はい剣の前、オッケー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 。これでも地面テラスじゃないっていうのが分かったんでよかったけど、これ地面テラスの場合ね、まあむずかったね。うん、まあ羽ばたく神でご利用してくれようとしたっていう、そのテラスがだいぶ試合の組み立ては楽になりましたね。で稲ドラ打って、まあ最悪稲ドラ耐えられても悪ゼ打って、まあ悪ゼアイヘ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 で勝てるようになってるんじゃないかな。まあなんかいいね、巻き菱入らないのいいね、鋼タイプなのに。でここはいやボルチェ打つ必要ないな。草分けとかされてなんかもうわちゃられるのが一番嫌なんで、まあここは稲ドラでザッシャン大きい削って、まあ相手からするとまあこの未来ドン出しはあスカーフかとなるんだけど、もうどうしようもないもんね。はい、稲妻ドライブで大きく削って、さすがに落ちるよね。オッケー、強いね。で、あとは神も、稲妻ドライブが乱数なんですよ。だから削って、まあ、アクアジェットなり、アイヘなりで締めることができるよということで、まあ、だいぶね、綺麗に詰めることができたんじゃないかなと思います。やっぱ、雨がね、ザシアン軸の取り巻きにも腐らないっていう。まあ、なんか、ザシアン軸あるある、ザシアンを投げないっていうのが一応存在するんですけど、まあ、テラスは別に切らなくてもいいか。うん。まあ、存在するんですけど、その、ザシアンが投げられなくても、おお、落ちるんだ。あ、まあ、これ乱数なんだけどね。うん、オッケーオッケーオッケー、ナイス。まあ、ということでね、しっかりと、詰めることができたんじゃないかなと思います。雨が腐んないのがいいね、ザシアン軸に。はい、ということで、対戦相手のガイアさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。紫さん、対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティー、ザシアンということで、まあ、これはね、アーマーガーの出番なんですけど、まあ、相手してんね、まあ、ヒートロトムもね、ちょっと重そうっちゃ重そうだよね。まあ、でも、ラティールからね、まあ、未来ドン、アーマーガーとか、アーマーガー刺さりすぎじゃね？相手さ、対面でアーマーガーにちゃんと勝てそうなのが、まあ、今回の技構成的に、まあ、ウーラオスと、まあ、バンギもま、ちゃんと勝てるかって言ったら怪しいじゃん。で、ガチグマも怪しくて、まあ、ザシアンはま、剣舞があるんでね、まあ、勝てるんだけど、まあ、有利とは言えないっていうところで、なんかラウドボーンだけど、ラウドボーン出てくんのかな。まあ、ラウドボーン来たらミライドンでね、技打ちたい放題すればいいんで、まあ、あと1体だなぁ。どうしよっかなぁ。これさぁ、まあ、ウーラオスを投げて、崩しに行ってもいいよな。まあ、ウーラオスで行こう。対戦相手の紫さん、よろしくお願いいたします。まあ、怖いポイントとしては、まあ、地面テラスなんだけど、俺ね、地面タイプがパーティーにいるときって、まあ、基本的に地面テラスでアドを取るっていうのがさ、難しいわけよ。その、こっちも地面タイプ枠を警戒するから。だから、ま、地面タイプは、うわぁ、ラウドボン来た。まあ、地面テラスはね、あんまりいないんじゃないかなと思ってますね。で、ここは、ま、ガチグマバックが嫌なんだけど、ザシアンバックは100ない。という話ある。いや、ザシアンバック100ないでしょ、だって。まあ、流星群打つか。ザシアンバック100ないでしょ。さすがにザシアンバックはさ、ないよね。うん、オッケーオッケー。これは安定だから、目の前に通る技を打ってますから、ちゃんと。オッケー、当てる、偉い。まあ、外してても、アマガがね、いるんでね。オッケーオッケーオッケー。ナイスだね。で、こっからアマガ展開していって、まあ、ラウドボーンが、多分相手ね、アマガが重すぎるんだよね。まあそこまでアーマーガもね、なんか絶対、まあ10戦やったら1戦いるかぐらいの感じだと思うからわかるけど、多分やばいね。相手アーマーガがどうしようってなって、泣く泣くラウドボーンから入ったけど、って感じだと思います。で、これは、ザシアンが、釣ってきた、まあ流星で落ちるからザシアンバック、バンギラス！これはもう未来、アーマーガで、つかもうこれさ、相手、重すぎたあまりザシアンを投げ、だまあ、本来ゴツメ、俺のゴツメじゃないんだけどさ、本来ゴツメなんですよ、本来。で、地面テラス系ってさ、居住、地面テラス草分けだから、甘がに投げれないんだよね。まあ、これね、ゴツメじゃないから、実はま、そんなに軽くないんだけど、まあ、ここはトンボで。はい、はたき。まあ、お盆はたかれたけど、全然よくて。これも、
俺すごいわ。うん、あの水流連打打ってフェアリーテラスマジカルシャイン打っておけば多分ぐちゃぐちゃですね。これね、アーマーガの圧です、絶対。まあ相手がテラスしてきたらバンギニ、いやバンギニテラスはないな。多分テラス切るならこれもうラウドボンで、ラウドボンにテラス切ったら、まあフェアリーテラスのマジカルシャインが一貫するっていうのがあるんで、まあここ水流でいきましょう。多分もうどうしようもなかったんだろうな。アマガに強そうなやつ、だからゴツメアマガを警戒するから、本来ウーラオスもあんま投げたくないんだよね、水流痛いから。まあパングルは別だけど。で、多分バンギになってって、まあぐちゃぐちゃになったんだろうね、相手は。まあアマガね、ゴツメ HB も強い。てかゴツメ HB ね、まあザシアンを完全に対策って考えたら HB が良くて、まあガチグマとか神にも、その取り負けにもなーなーにってなって、トンボ返り相手系だったら、まあ HD ベースとかもいい。てかどっちも強いな、アーマーが使ってて思うけど。はい、水流連打が通ります。で、あーお盆なんだ。なんかアーマーガーのさ B 方面が思ったより柔らかいせいで、俺これハチマキなのかなとか勝手に思ってたけど、え落ちるかな。いや落ちるわ、さすがに落ちるわ。 OK ナイス。でウーラオスで破壊しました。まあザシアン構築あるある、ウーラオス結構重いからね。でも逆にね、俺視点アーマーガーがゴツメじゃないから、なんか普通に剣舞草分けの起点になるなーとか思ったりもするんだよね。いやでもこれ相手ね、テラス切らなくてもいいんだよな。まあ一旦ミライドに引きますか、安定なんで。オッケー、ありがとうございました。まあということで、まあこれはね、多分アーマーガーの圧で、まあ相手の戦術がね、もうぐちゃぐちゃになったんじゃないかなと思います。紫さんありがとうございました。はい、ということで、ザシアン当たりすぎなんだけど、これまたアーマーガー挑発あるからね、カバにも強めということで、まあこれはアーマーガー投げたいですね。はい。まあ、月光がね、何してくるかわからないところはありますけども、やっぱね、ザシアン軸って、うん、海流、ガチグマ、まあ、地面枠、幅紙とかで組まれてるから、やっぱ天川ね、通るようにできてるんだよね。で、まあ、多分相手未来の対策がゴリランダーザシアンみたいな感じだと思うんで、まあ、初手何投げるかとかが結構難しいか。まあ、未来、天川で、カバルドンから崩していくってなるなら、ウーラオスか。まあ、ザシアンにもウーラオス弱くはないからね。まあ、これで行きましょう。対戦相手のカマキリさん、よろしくお願いいたします。まあ、ただね、強いて言うならゴリランダーに対して、まあ、そこまで強いわけ、そこまでってか、まあ、強いわけではないので、ウーラオスが。だからゴリランダーを削るルートがちょっと少ないから、そこだけ怪しいかな。まあ、冷凍パンチがね、結構いいダメージ入って、まあ、逆にミライドンと、ウーラオスの役割集中でゴリランダーを削るみたいのができるのはいい点かなと。まあエナジーですよね。エナジーね。これむずいんだよな。いや、エナジー何がむずいってさ、これ、何でも相手打ってくるし、こっちも何でも打てちゃうよみたいな。エナジーだよね。いやー、どうしよっかな。まあ、ボルチェン。いやー、上取ってると思うけどな。まあ、安定がボルチェン、アマガか。テラス切るのはあまりしたくない。いや、まあ、ウーラオスにテラス切りたいんで、まあ、ここはスボルチェンでいきますか。まあ相手が上取ってる可能性は全然あるんだけど、いやなんかね、さっきね、テラスしたら、デンチャー撃たれたんだよね、さっき。うん、さっきっていうかまあ昨日なんだけど、試運転してた時に。はい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 。いやー、一番嫌だな、それ。ボルチェンして、上から動かれ、ボルチェン下から、でもいいダメージは入る。これ電気テラスだと、海流投げなかったことを後悔せざるを得ないんだけど、まあ、アーマーが弱くはないけど、だな。何持ってる？瞑想。電気テラスやばい。まあ、アイヘで。まあ、ここでテラス切ってくれる電気以外だったら、まあ、いいのよ、最悪。いや、電気と、まあ、電気だな。電気以外ギリいいんだけど、電気だとちょっとやばい。まあ、ザシアン公式の羽ばたく神ね、前期結果残したやつだと、マジフレードレキだっけ？で、ムーンフォとかだから、まあ、アーマーガに、まあ、打点ないわけではないんだけど、どういう方なんだろう。マジフレオッケー。これだったら、跳ねしたかったかな。いや、まあまあいいや。まあミラーまでね、下がるんで。跳ね、まあ、瞑想考えたら怪しいか。はい、アマガでしっかりとアイヘレ倒す。まあアマガが腐りにくいポイントだよね。何回も言ってるけど。取り巻きにも、仕事ができるよと。はい、オッケー。しっかりと倒していきます。ミラーマー強いな。なんかプレッシャー、相手が使っててさ、ちょっときついなって場面あったんだけど、はい、海流。海流か。跳ねしたいな。ザシアンが打点なかったとかじゃないのこれ。結局ザシアン構築って、みんな甘がに怯えてるからね。まあ、一回跳ねしようかな。
激励、あ、そうだよね。いや、まあ、これでもね、痛いんだよな。うん。いや、痛くねえわ。ビーフってないから痛いなと思う。これ、甘が、雑誌案公式あるある、甘がきついよな。羽で。いや、これ、取り巻きで腐らないからさ、3体の役割集中逃げ切ればさ、こんな感じで、相手側が、いや、まだ勝ったというわけではないのがね、これ難しいところなんですけど。まあ、羽連打して、まあ、2体はするっぽいな。さすがにな。相手打って、トンボ打って、何がむずいってね、ザシアンの地面テラス剣舞が、実はゴツメじゃないときついっていうね。うん。まあ、なんかゴツメでもいいような気はしてきたな、相手で行きましょう。あ、オッケー。まあ、ということで、まあ、多分ザシアン構築はアーマーがね、マジで積んでるというか、繊維をそがれるんだと思います。うん。甘がね、でも結構使いやすかったですね。まあ、逆に雑誌案以外には、まあ、ガチ馬がめっちゃきつい時とか、まあ、こら入りに無理やり投げることはあったけど、まあ、ただ雑誌案以外にですね、あんまり選出できないのは甘がの弱みではあるかなと思います。ただ、甘がって一般ポケモン大きく見れるんで、そこは偉かったですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。